こんにちは、高橋優です。今回は、ルーティーンではあるんですけど、美容を特に意識した一日のルーティーンを紹介したいと思います。ぜひ楽しんでいってください。それではどうぞ。まず起きたらいつものベジパープラス青汁とアサイのサプリを飲みます。そして朝の洗顔、いつものスキンケアをしたら、このあと朝ランするので日焼け止めをしっかりと塗ります。叩き込むように塗ってます。首もしっかり塗るようにしてます。髪を溶かしてヘアオイルをつけて、UV ケアします。走る前にこのホットコーヒーにグラスフェットバターを入れて、混ぜる、完全無欠のコーヒーというものをいつも飲んでます。これを飲んでから走ると脂肪燃焼になんかいいような気がして続けています。コーヒーを飲んだら動的ストレッチ、これで股関節をちょっと動かしやすくしています。先生も連れていくので日焼け止めを前にもしっかり塗ります。前は赤ちゃん用の優しい日焼け止めを使ってます。こんな感じでいつも家族3人で走ってます。ひろくんも毎日一緒に走ってます。で、前はこのエアバギーのランニング用のベビーカーに乗せてます。安定感があります。帰ってきてシャワー浴びようと思ったんですけど、前がお腹空かせてたので前のランチタイム。私のランチはご飯の上に卵とアボカドと納豆とシラスを乗せた簡単丼にしました。おしゃれに食べたかったけど前がちょっとぐずったんで前を片手に食べます。これがリアル。前がお昼寝したのでこの間に日焼け止めを一度落とします。そしてソルファスという韓国のブランドのジンチョパックというものを使います。これは粒子の細かいクレイで毛穴をディープクレンジングしてくれるやつで、夏は本当に毛穴に汚れがたまりやすいんですけど、それをしっかり管理してくれるパックです。こういう感じか。でパックをつけたまま5分から10分置いとくんですけど、その間にちょっとお家をお片付けします。なんかこうしてる間も全然嫌な突っ張り感がなくてすごく気持ちよく使ってます。10分経ったのでこのままシャワーを浴びてそこでこのパックを落とします。シャワー浴びたので次はユンジョエッセンスというものを使います。これはスキンケアの一番最初に使う段階の美容液なんですけど、これを使うとすごいなんか肌がしっとりサラサラふわふわになる感じがします。ソルファスの中でも一番評判がいい商品みたいで、10本以上リピートしてるお客さんが40万人いるらしいです。23年のロングセラーアイテムらしいです。いい感じ、気持ちいい。でいつものスキンケアをしてまた髪といてオイルで保湿します。この季節も夏も冬も保湿は絶対ですね。
ここからはマッサージガンで体をほぐします。いつも子供を抱っこしてたり、授乳とかで肩が凝ったり首が凝ったりっていうのはもちろんなんですけど、なんかむくみが取れるような、顔のラインがスッキリするような感じがして、それが嬉しくてこのマッサージガンをしてます。今日の晩御飯はグラスフェッドビーフ、牧草牛のイチボステーキと冷製コーンスープと野菜たっぷりサラダです。夏野菜も入れて、その熱を逃がすようにしてます。お風呂入りました。スキンケアします。さっきのユンジョエッセンス、ここでも使います。そして乳液もつけたら、この奥四パックというものを使います。これは夜のスキンケアの乳液とか全部終わった後に顔につけて 2,30 分置いとくんですけど、肌にその栄養成分とか水分とか活力を補給してくれるパックで、古い角質と汚れも落としてすっきりとした肌にケアしてくれるピールオフタイプのパックです。すごい塗りやすい。これを肌にまんべんなくムラないようにこう塗るんですけど、明日は大切な撮影があるから特別なケアをします。気づいたら30分経ちました。本当はパックしてる間にストレッチとかマッサージとかしようと思ったんですけど、全を寝かしつけて授乳してたらあっという間でした。これ見てください。これ30分置いてるだけでさっき塗ってたパックがこう剥がれていくんですよね。これがめちゃくちゃ気持ちよくてハマってます。こう剥がす時にこう毛穴の汚れを一緒に取ってくれるような、でもなんか全く痛いとかじゃなくて優しく取ってくれる感じが好きです。おー、はい、肌がなんかピチピチツルツルスベスベになりました。はい、というわけで今回は私の美容を意識したルーティンをお届けしたんですけれども、いかがでしたでしょうか。この動画を撮影する前はすごい優雅な一日を撮影しようと思ったんですけど、まあそんな余裕はないですね、あまりほんまによし今からパックしようっていう時に、まあ、全ちゃん泣き出しちゃったりとかお腹空いちゃったりとか、優雅にシャワーでも浴びようとか思いつつもお腹空いたからとりあえずもうご飯食べようとか、まあ、それがリアルよなっていう。本当のリアルはなかなかこうカメラセッティングして撮るっていうところまでいけないので、お見せできないのかなとは思うんですけど、でもその中でもお家でこうケアができる時間はすごい楽しいし幸せやし、それは大事なことやなっていうふうに思ってます。で、今回私が動画の中で紹介したソルファスというブランドがあるんですけど、これとこれとこれですね。これはあのアモーレパシフィック楽天市場店で購入できる化粧品メーカーなんですけど、韓国の本社が直接運営している公式ショップなんですよ。だからすごい安心で、私も韓国の化粧品とかいっぱい試したいなっていう風に思ってたんですけど、何を試せばいいかとかどこで購入したらいいかとか結構迷ってたので、すごくありがたいなと思ってます。で、この紹介したこの化粧品なんですけど、今アモーレパシフィック楽天市場店でこのソルファスをはじめいろんなブランドがお得に買えるチャンスなんです。
楽天スーパーセール期間中やとポイントが10倍貯まったり、タイムセールなどの特典もたくさんあるみたいです。でですね、この私の YouTube チャンネルを見てくれているあなたに特別クーポンのお知らせです。見てくれてありがとうございます。この動画を見てくれている方限定で6000円以上のご購入で1000ポイントのクーポンを300名様にプレゼントしているそうです。イエーイ、見ててよかったね。特典クーポンの概要はこの動画の下の概要欄の方にリンク貼ってあるので、ぜひ詳しくはそちらを見てみてください。ぜひ皆さんチェックしてみてください。私もちょっとチェックしに行きたいなと思っています。なかなか美容の時間が取れなかったりとか忙しい方が多いと思うんですけれども、お家でできることから少しずつでもちょっとだけでもケアできれば、それがなんか自分にとっての修復の時間にもなると思うので、ぜひ育児も家事も美容も楽しんで過ごしていってください。この動画良かったよという方はチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。ブログとツイッターとインスタもやってるので、そちらの方にもぜひ遊びに来てください。よかった、前回お昼寝中に撮れました。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。